せーの、トマラピーズです。今日はですね、とあるところにさっき行ってきたんですけれども、 おかえりなさい。ただいま帰りましたって、まあなたも行ったんですけど、今日はですね、コストコに行ってまいりました。ということでですね、今日はコストコでお互いに1万円ずつ買い物をしてきたんですね。今日はその購入品紹介をしていきたいと思います。はい、でも自分のコストコの醍醐味としてはやっぱりホットドッグとドリンクバーが一番私目当てだったかも。本命は確かにジュースどんだけ飲むねんぐらい飲んでて、やばい、ちょ、ウーロン茶やねん。じゃあちょっと早速ですけれども購入品を紹介しましょうか。はい、じゃあまず私が購入してきたものから紹介いたしますね。紙おむつとかじゃないかが、さすがに赤ちゃんおらんから。違う違う、あんた。はい、まず一つ目どうぞ。こちらおトイレクリーナーのスタンプ、トイレにスタンプするやつ、ね、で、これ4個入りでいろんな匂いあるらしくて、なんか288日分あるらしいから買ってみました、うん、すごい、はい、これが大体1000円ぐらいします。1000円、はい、はいはいはい。続きまして、ダダン、こちら巨大なカルパスでございます。こちらは大好き、お菓子のとこ回っててんけど正直これしか目に入らんかった。で、これも大体まあ900円とかやったから、まあ、1000円ぐらい。よっす、よっす。はい、じゃあ続いていきましょう。続いてこちら、あババン、蒸気でホットアイマスク27枚入りでございます。わっ、レイコさんいつまで寝てるんですか、あんた。起きてください、起きてくださいよ。でもこれで1800円とかやった。これはちょっと賢いかもしれない、日常生活、日常生活で役立つもので、これ大体まあ今で4000円ぐらいかな。続いていきましょう。タダン、これ日焼け止めです。日焼け止め2個入り1500円ぐらいだったんですけど、うん、普通に買ったらだいたい1個800円とか900円ぐらいやから、まあまあまあお得かなって、安いよねっていうので、日焼け止めとか夏終わっても正直使った方がいいから買いました。はい、続いてババン、え、ちゃんじゃ、ちゃんじゃいいね、いいね。シンプルにちゃんじゃです。私ちゃんじゃめっちゃ好きなんですよ。ちゃんじゃが売ってると思わへんくて、居酒屋以外でちゃんじゃ食べれるって思わなくて、見つけた瞬間カゴに入れた。おかずなかったらちょっとご飯の上にポッと乗せてもらって、もうそのまま食べたい、ちゃんじゃは。あ、もうガブッと。はい、はい、かわいい、ちゃんじゃ。続いてバーン、どこのやつやっけこれ、安藤さん、アンダルーナチュラルズっていう、なんか分からんねんけど、パッてこの女の人と目合って、買いな買いなって言って目合わせてきた、この場所。なんか買った方がいいな、あんた若いうちからこういうのやっときって言ってきたから、こいつが、こいつとか、この人がセールスマンやん、あんた。そう、目合っちゃって買っちゃいました。いやいや、まあコストコといえばみたいなとこあんねんけど。待って、何やと思う、分からん。コストコといえば、うん、あ、キャラメル、なんでポップコーン、大きい。コストコといえばキャラメルポップコーンやんな。でもコストコといえばっていうか、ダダン、こちらなんでクラムチャウダー、なんで、いやこれは食うやろ、なんで、いや絶対的に食べる、うん、いいなって思う商品的に、うん、なんでえ、でもコストコといえばやで、コストコイコールクラムチャウダー聞いたことないで。いや、クラムチャウダーはなんか買っとこうと思って買った。あ、そうなん、でも美味しかった。で、最後がこれ醍醐味やで。醍醐味、何買ったか当ててくれへん。醍醐味で使うとこ間違えて。え、そうなん、え、待って、最後これ絶対当たらへんと思う。もうみんなが予想つかへんもん買ってきた。アーモンドフィッシュ、なんで、紙おむつ、違う、大きいクマ、さすがに1万円以内には入れへんかった。あれ1万円以上するか、うん、いえ、惜しい、惜しい、うん、オリーブオイル、惜しい。ちょっと待って、おパンティーまとめてあるやつ、正直一番近い。ああ惜しい、もうちょっと、ハンカチ、惜しい、正解はなしでした。なんでなんでちょ、マジでびっくりした、今のちゃんは素でなんで、ね、すごい。4個入りでこれ2キロあるんですけど900円ぐらいやって、めっちゃなし好きやね、私シンプルに。でも美味しいよな、そう、細かいつぶつぶ好き、そう、食べたいと思っちゃって買った。はい、ということでこのラインナップで私1万円をこう、はい、締めくくらせていただきたいと思います。はい、以上田中賀さんの、はい、1万円分購入品でした。この動画が良かったかなと思う方は高評価、よかったらなし買ってください。バイバーイ、はい、本日私が買ってきてるのは1品目、じゃ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 ーん、フルーツ青汁でーす。こちら
ちら大体3000円ぐらいなんですけれども、なんか一番変わらなさそうやな、フルーツ青汁とか一番苦手そう。あの意外に青汁好きなんですよ。あ、そうなんですよ。お味がしかもこれ本当にフルーツのフルーツの味がするんで、フルーツのフルーツの味、そう、あのすごい青汁苦手な方もね美味しく飲めると思います。じゃあもらっていきます。あ、すいません、あの先生、はい、じゃあ続いてお願いします。先生、はいはいはい、こんなん違います、私のやつだし、これ先生、田中がちゃん取ってった。あ、私が買ったし、私が買ったし、もう嫌だ、早くして佐藤くん、先生、佐藤くん遅い、先生返して、田中がたん、ちょっと待って、好きすぎて、お前使い方さ。はい、続いて2品目どうぞ。ドスザン、韓国で大人気のみちょパーつけないでください、みちょです。こちらカラマンシーとパイナポー、グレープフルーツのこちら3種類の味を2袋ですね。おー、これはね、ジンジンね、ずっと今 1ヶ月ぐらい飲んでるの。お水とソーダ水と牛乳と割って、あのお酢の独特のあのツーンとしたやつがない、うん、もう果実、そう、果実 100% で作られてるね、これ。モデルでも目指してるわ。あんまりね、みんなにおっぴろげしたくなかったんだけど、これ隠れて飲んでて、痩せたとか肌綺麗って言われる努力を陰でしてた、動け、運動しろって感じなんだけど飲んでた、実は。まあでも飲むものが健康的なのはいいんじゃないでしょうか、うん、そしてこちら、ダダン、ロキソニン。ロキソニン、私毎回毎回コストコ行くたびにロキソニンを大量買いするんですよ。うーん、今日はこれあの午後なんですけど、普通に10個とか。だってロキソニンをそんなにいつも飲む？俺結構頭痛いとか、あのね、偏頭痛があったりとか、ちょっと嫌いな人と喋った後とか頭痛くなっちゃうから、ロキソニンに頼んな、嫌いな人と喋った後なん。だから今日嫌いな人会う、じゃあロキソニンを持っていこうってなんねん。ロキソニンの使い方間違ってるよ、それ。ストコで飲む錠剤とかまとめて買ったらめちゃくちゃ安いよっていう感じの、あとなんかいろんなご飯とか普通あると思うやん、コストコって、そのイメージがあるやんか、じゃなくて私は普段使う医療品もまとめてコストコで買っております。はい、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、ということで続いてはですね、はい、以上になりますね、ごめんなさい、以上期待してたわけ、私はあなたにどんだけ大きいビッグサイズの食べ物を買ってきて、今後またあのコストコの何々食べてみたとかできるんちゃうかなと思ってこう期待してたんです、あなたには。これみちょ、みちょって何やねん、みちょってお酢、この体のどこにお酢が入ってると思うよね、青汁もおじいちゃんかなんかか、ほんま毎朝青汁飲んで一番意味わかんない、これ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 、薬局で買いますよね、これわざわざコストコ行ってる意味ない、何やろコストコ行ったよね今日、わけわからんすぎるやろ、ほんまにいい加減にしよう。